はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、浅草に来ております。せっかく浅草に来たので、オープニングなんかはね、浅草のこの外観とか映しながら、まあ風情とかをね楽しみつつ、まあ見てもらえるようなね動画にしようと思ったんだけど、あいにくね外がめちゃめちゃ雨でして、本日はね車内からオープニングをお送りしております。で、本日はなぜ浅草に来たかと言いますと、今年の4月の頭の方にオープンしたお店がありまして、麺屋丸一さんってお店なんですが、こちらのお店なんですけれども、二郎系でも有名な自家製麺ナンバー11さんというお店のプロデュース店となっておりまして、メインとなる商品が汁なし系らしいんですよね。で、今回は僕もねナンバー11の店主さんにもお世話になっておりまして、お声掛けをいただきましたので、早速ねオープン直後ではございますが、お店の方に伺って、メニューの詳しい紹介とかに関してはお店の方についてから改めてお話できればと思いますので、早速お店の方に伺いたいと思います。ということで、ただいまね丸一さんの店内に入っております。こちらのお店はですね、先ほどもご説明した通り汁なしがメインみたいでして、今回ねいただくのが汁なしの麻婆にカレー、そしてつけ麺ですね。ただいまねこちらの3種がデフォルトのメニューとして販売をしておりますので、3種すべていただこうと思っております。で、こちらのお店もね、まあ、二郎系のような形でこんな感じで無料トッピングのサービスがありまして、ニンニク、油、マヨネーズと、でプラスね汁なし系のお店なんで、こちら嬉しい、追い飯も無料ということで、本日はねこちらのトッピング類も含めておすすめでお願いしておりますので、メニューの方がね到着するまでもう少々待ちたいと思います。ということで、ただいまね1杯目到着いたしました。もうねめちゃめちゃうまそうな匂いがするんで、早速ねいただきます。まず1杯目、こちらが汁なしカレーでございます。そしたらこれ早速ね混ぜていきましょうか。よっ、うわうまそう。で、今回はね無料トッピングなんですけど、おすすめでお願いいたしまして、ニンニクと油が入っております。いただきます。うん、うまっ。うん、あたり系の濃厚なガツンとしたカレーに乗ってるね、このほぐしチャーシュー、これがね麺にしっかり混ざって、肉カレー食ってるようなめちゃめちゃ濃厚な一杯ですね。うん、うん、これね結構癖になる系ですわ。やっぱねカレーはうまいね、間違いないよ。うん、これ今回ね、まあ、並盛りというか、まあ、そのまま注文させてもらったんですけど、一瞬で麺がなくなっちゃいますね、マジで。カレーだけじゃなくてこのニラが入ってたりとか、まあ、油とかもねトッピングすることによってただのカレーじゃなくてしっかりとね混ぜそばになるんですよ。このねバランスがものすごくいいです。うん、ということでね、今こんな感じで麺はほとんど完食させていただきましたので、早速ね醍醐味追い飯を注文していきましょう。すいません、ありがとうございます。いただきます。ということでこちらいただきました。これ無料のね追い飯でございます。これは絶対うまいと思いますんで、しっかりと混ぜまして、うわー、これはさもう絶対うまいよね。ちょっと追い飯いただきます。あーうまっ。うん、もちろんね麺と合わせた混ぜそばもものすごい絶品なんですよ。それは大前提としてなんだけど、このねご飯を入れるとさらに倍増、うまみがもうね麺が前哨戦だったかと思うぐらい、このうまさがメイン級ですね。めっちゃうまいわ。うん、うん、これね追い飯の量は多くないので、ぜひ皆さんにも試してほしいです。これはものすごく合う。うん、うん、あ、すみません、ありがとうございます。ちょうど今終わったんでお願いします。ごちそうさまでした。ということで今ちょうどいいタイミングで2杯目が来ましたんで、ありがとうございます。うわー美味しそう。2杯目、こちらが汁なしの麻婆でございますね。今回は無料トッピングにニンニクとマヨネーズをつけていただきました。で、これプラスね有料トッピングではありますが辛味増しもいただきました。
これはねぜひ途中で入れてくださいってことだったんで、味わってから後ほど入れていきたいと思います。それでは早速ね2杯目の方もいただきます。2杯目もねこれ具材黄身しっかり混ぜていきたいと思います。うわーうまそう。またねこっちも混ぜてみるとさっきのカレーとはまたちょっと違って辛みっていうのかな、食欲をそそる匂いがブワッときてめちゃめちゃこっちもうまそうなんですけど、もう一口いただきますね。うんうんうん、うまっ。これねデフォルトの辛みでもまあまあピリ辛ではあるかな、なんだけどお肉の旨味とかがしっかり乗っててすごくね食べやすくなってて、でもね香辛料の香りとかも本格的にするんですよ。だからしっかりとうまい麻婆味なんだけど、それ以上にしっかり美味しい混ぜそばって感じ。そしたらねちょっと今3口食べましたが、この辺りでねこの辛み増ししていきたいと思います。今いただいたね辛み増し全部かけてみたんだけど、思ったよりも結構量あったね。よいしょ、うまそう。またねこれ辛み増しするとビリッとくる刺激的な辛さ、これがね加わるんで、今ねマヨネーズとかも入っててかなりまろやかにはなったんだけど、そこにね後味のいいアクセントになりますね。やっぱね辛みはうまい。またこちらもですねほぼ麺の方は完食させていただきました。こちらもね無料で追い飯ができますんで、早速ね追い飯していきましょう。あーすいません、ありがとうございます。すいません。ということでねこちらも追い飯いただきました。これ混ぜていきまして、こんな感じで追い飯いかがでしょうか。めっちゃうまそうでしょう。そしたらこちらもいただきます。うん美味しいな。これ山椒かホワジャオか、まあ、このねしびれなんかもちょっとあるんで、この爽やかさがたまんないわ。うん、うん、卓上の方には、まあ、リンゴ酢と、まあ、返しとブラックペッパーがありますんで、ちょっとこのリンゴ酢使って味変していきましょう。うん、危なあ。やっぱり結構ベースがこってりしてるから、このリンゴ酢混ぜることによって甘みとか酸味が加わってすごくねまろやかになりますね。うんということで、ただいまねこちらの麻婆の方も全て完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということで本日の最後のいただくメニューはこちらでございます。今回はねつけ麺でございますね。でこちらのマルチさんね麺がね2種類選べるんですよ。さっきまでいただいた汁なし用の麺と、今回いただくこのつけ麺用の麺が2種類ありまして、今回はね、まあ、一応おすすめということで汁なしでは汁なし用の麺、つけ麺の方ではつけ麺の麺でいただいておりますが、これが気に入った場合は汁なしにもねこの麺も使えますので、その際はね、まあ、ご注文の際に選んでいただければなと思います。それではね3杯目いただきます。でこのつけ麺用の麺なんですけど、これ先ほどと違って、まあ、こんな感じでがっつりと全粒粉の麺になっております。まあちょっとねいつも通りこれ麺だけでまずいただきますね。うまっ。腰もねしっかりあって結構ねプルント系なんだけど、この色見てわかる通りしっかりと全粒粉の香りがする麺でございますね。うん、これ十分麺とかに醤油とか塩だけかけて食べても全然美味しいと思う。こちらドボッとつけ汁いっちゃいましょう。ちょっといただきますね。うん、うーん、なるほどね。これ魚粉かな、カツオとか煮干し系のね魚粉がしっかりと効いた、まあ、魚介と動物系合わせた醤油系のつけ麺になってるんですけど、めちゃめちゃうまいね。
うん、またねこのつけ汁の方にも背脂が入ってるんで、その脂が溶け出してて甘みとかコクっていうのがすっごいありますね。チャーシューうまっ。しっかりとねお肉感とか脂の柔らかさもあってものすごいうまいっす。これは一旦つけ汁に沈めて温めましょうか。ちょっとこれ海苔と一緒にくるんで、うん、ドボッとつけまして、うんうん、合うねー。温めておいたチャーシューも一緒に引っ張り上げまして、今日ね撮影しに来てる日が週末なんですよ。でこれ営業時間もね週末は昼の部だと4時までやってるんで、混んでる時間を外したいとかピーク時間を外してくるのも来やすいですし、ちょっと食べ過ごしちゃってお店どこもやってないなって時も利用しやすいんで、こういうね営業時間はすごくありがたいなと思いますね。いやもうこれで最後か、まあ、今日はね量はそんなないんで、まあ、さらっといけちゃったんですけど、いや本当に各種2杯ずつぐらい食べたいですね。うん、各種一杯ずつはもう僕の胃じゃ全然足りないです。うん。じゃあこれね具材最後の味玉いただきまして、うん。でこちらね割りスープがつけ麺用にはございますんで、この割りスープを使って最後までねこちらのつけ汁を楽しんでいこうと思います。うまそう、うん、うまい、うん、うん、うん、はい、ということでただいまね3杯とも完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということでですね、本日は浅草にございます麺屋丸一さんで汁なし系を2種類につけ麺を1種類計3種類のデフォルトのメニューをいただいてきましたが、めちゃめちゃうまかったです。まあ最近はね浅草の方なんかも若い方のデートスポットだったりとかして老若男女問わずいらっしゃる街なので、こういったねがっつり系の汁なしで若い方も喜べるでしょうし、こういったねつけ麺でご年配の方でも楽しめるようないい構成になってるなと思いました。ぜひね浅草の方に遊びに来た際にはもちろん今まで有名な浅草の地元飯もいいですが、こういったね新しい丸一さんでがっつりとした汁なしやこのつけ麺食べてみるのもいいんじゃないでしょうか。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。じゃあね。